さあ、今回もレジェンズ・オブ・キーパーズやっていきます。さあ、前回からね、新ステージに挑んでまして、難易度を上げましたね。ハードにしたので、まあ、敵は強く、そしてこれね、指揮、みたいなものがあるんですけど、これが減りやすくなっていて、まあ、6だと2回やられたら、まあ、交代くらいの感じなんで、まあ、この5たちはね、すぐに回復入れる感じで、やられるのはちょっと重いかなというのありますが、略奪行ってみるか。罠強化いいですね。無傷で罠強化ナイス。しかも一番使う罠と。さあ、トレーニングしますか。ちょっと二口、でもこの辺あげたいな、N にしても。ちょ、戻しますね。割と、白球級のキャラだね、こいつらが。これあげよう。あげたら回想、そして。式デッキになったんで、まあ、式を活かすというところ。まあ、二口女だいぶ重要なんで、これまずあげまして、アースのこのね、布スタックを高めておきたいが、まだ相棒がいないんで、できる限りまず三毒でいけるような。てか、ハードだと、ハードのせいなのかな？あれだね、開幕みんなレベル2だね。今更気づいたけど。前は買った時にだったけど、変わってるみたいですね。さあ、チャンピオン早っ。もうチャンピオンか。いやー、これはあげらんないね。重要な、クソ虫くんが。ちょ、回復させて挑むか。涙使おう、ここで。で、チャンピオンなんでね。二口女も出しましょう。で、インプは後ろの方がいいらしいから、これ入れ替えてと。で、君は前の部屋がいいかな。虫、前衛でもいないから、ゴースト下げて、こいつ入れるか。休憩室、焚き火は四季な気がする。ちょっと待てよ、これ。場所によるね。後ろならやばいかもしれない。四季 15% か。ここで 15% か。なるほどね。しかも、ペナルティ取り除くやつもいるんで、だいぶこれ辛いっすよ。後ろに炎か。前は氷なんで、一応、こいつか。オッケーオッケー。ボス以外狙うか、じゃあ。そうせざるを得ないかなと。仕方ないわ。罠はもう、こうなんでね、ボス前だからね。これは結構大変な戦いになりそうですと。前がやれてたらいいんだけど、やれてない場合はかなり怖い戦いになる。あいつに通る攻撃がないですかね。まあ、これがいいだろうという。一応、理論的には、マシなチーム。かなりの火力を揃えてるんですけども。戦闘開始に生命力回復 10% か。じゃあ、もう指揮だな。意気消沈しかないかな。10% ション。こいつめっちゃ狙えばさ、殺せるんじゃないか。ダメージっていうダメージが多分途中ないんですよ、1個も。すげえ悩むな。中途半端な指揮かダメージがでしょ。で、こいつ戦闘開始なんで、せいぜい10。総攻撃するか。指揮60マイナス、後ろつける。後ろつける。行こう。前を倒す。熱い。次のターンのやつ死んだな。総攻撃だ。全体自然だからな。
うわ、何も耐えん。風63、こっちにしよう。何十だな、まあ、さっき攻撃したらよかったね。もう一回氷動ける計算できちゃった。いや狙って倒す。いや前以外が無傷すぎるよね。一瞬15。ああいいねいいね、なんかの状態以上でやりそうだけど。でここ戦闘なんだこれは。あなるのか。いやこんな戦闘じゃないって、何もできないんだもん。後ろに布を巻いて終わるか。やばそうな匂いがするよ。直しきれないんだよな、しかも自然が効かないから。スローで超えるか。スローで超えよう。ダメージじゃないこれは。10しか、まあいい。ただ全員というか一人というか早い。あそか、スロー溶けちゃってるんですね。全体自然か48、アーマーがマイナス、ちょっとダメージ増えるが、やろう12。あいつが一番早い。あスローついてるから、これはむずいな。投射与えとくけど、やけどはくる。死ぬかな、いや死なないか。うわ、死んだね。終わったんじゃね。式でやれたらだと80ダメージでしょ。前はちょっと頑張ればいけそうだけど、最初の日いけいけいけ、多分いったでしょ。怯えか、じゃあダメだね。よしよしよし、207じゃん。ダメでも、あっち44か、44か。なるほど、スピード的な40。なんか下がってってないか。あっち40。あさっきバフか。あれ足りないこれ、絶対足りない。うおっ、初戦チャンピオン敗北。ハードっていうか編成なのかな、ちょっとちょっと上がったな、大きい。あこんなくれるんだ。ちょっとハード悪くないと思うんですよね。ちょっともう一回いこう、上げといて。問題はね、戦略なんじゃないかなと。ああマスターの生命力も低くなってんのか、まあ、ここは別に関係ないもんね。獲得通貨上げたら15%か。
イシスちょっと変えてみな。こう真ん中涙使うからどうかなっていうね。ゴンサーラありな気もするな。回復して 40% 押し切ダメージ。後ろの場合は全ての人の OBA か。テレシキの 10% を失う。あ、これ布があるからいいかなって思うんですよね。まあ、布6枚。バスエドモンテナ 60% 明るく上がるんで、それ一つのセットになり得ると。ミイラがわかんないんだよね。ちょっと試すか。試そう。いやー、でもさっき割と良かったからね。前回ですね。出方としては。ここは変えるか。微妙だね。また勝利か。これお金もないし。よし。割とまあ悪くはないかな。とりあえずこれは死刑狙いでいきたいね。で、炎も入ってよと。じゃあ本分けよう。涙。まあ一応ミイラ。これで一体出せるね。で、涙ならしかも四季でいけるんで、チャンパイでいくか。でもチャンピオンだから関係ないよね、いずれ。チャンピオンどうするかっていうところですね。体力、あ、ほんと650しかないんだね。あれ1200か1300だった最初って。1000くらいはあったよね。半分くらいなんだ。うわぁ、エリア、めんどくさいね、これね。何置いてもあんま変わらないか。せいぜいこいつくらいか。あとは一緒だね、何やっても。まあ、体勢的に後ろに置くか。ちょちょちょ。氷は微妙と。怯えはあんま関係ないんでね。これは、火傷を付与する。火傷の効果を受けてレベルダメージの場合。炎はまあまあと。毒受けない。マッサージも無効。火星力最大のモンスターのようなレベルが増えると。全員死んだんじゃない一撃で。ちょっと待って、一撃で死ぬぞ、多分。ちょ、戻ろう戻ろう。多分超えないでしょ、こいつは。超えないね。多分こうだ。後ろから崩されそうなんですけど、もうそうなるとあんま変わらんそうだね。罠が詰まってんね、後ろに。詰まりすぎじゃないか。前は死ぬ前提だよ、これは。こういう風で布を与えるよと。とりあえずボスのとこまで行かせないと。まあ、それ自体はね、それは難しくないと思うんで。チャンピオン以外では、死守しよう。こいつでもうざいんだよな。痛い。減らして。うわぁ、毒出血か。さあ死ぬよね。プラスとマイナスがついてます。あ、一番早いんだ。あ、早くなった。今なら早くなったんだね。ナイス。痛い。ダメージが高い。ダメージが耐えるかな。いろいろついてる。出血毒死んだね。とりあえずいいアーティファクト引かないと辛いな、ずっと。
怯えがついてるよと。これじゃ効かないよと。さあさあ来ました、マート。涙消費で不死身アイルと。あ、使用するたびに涙。あればめっちゃ強いんじゃない、これは。ミイラ出してみよう。おま、あ、ミイラ系が出てくるのか。そんな知らないよ。逆じゃね、しかも1。一撃で殺されてたけど。別にいらないし。いらない方のやつでしたけど。そっか、なるほどね。最初のターンじゃないな。なんかもう使えないのか。あ、後ろにやっとけばよかった。コンドル。しまったな。まあ前狙いでいくか。一応。まあ布あるからね、やられたらもう本当に絶望にするし。さっきにやらこいつで引かせて涙倍になってたの。これはもったいない。結構回復。こういう小さい積み重ねつね、ちょっと効いてきますね。こいつ本体なかったからな。エリアで行くしか。ああ、逃がせねえのか。こいつが使い、やめますよ。バステとアタッキングで前降りな。オッケーオッケー。まあ被害はね、毎回でかいね。こうパッシブが変わるからね、そこのちゃんとしたね、配慮というか考慮をしていかないと。まあ、大体基本的なユニークスキルは分かったんで、ただパッシブの際だね。オッケーオッケー、涙21。オッケーオッケーオッケー。でこいつでも火力オンリーなんで、後ろか。ダメージに切り替えるってのはなんとかやめようか。さっきチャンピオン戦それがねおかしくなったんで、ダメージはもう通さないと、そういう意思を見せよう戦闘中にね。